ニューヨーク万国博覧会、または万国産業博覧会は、1853年にアメリカ合衆国ニューヨーク市で模様された国際博覧会である。この万博は1851年のロンドン万国博覧会の大成功に触発されて開催される運びとなった。その趣旨は、世界中の工業製品の展示と同時に、 ヨーロッパ諸国と比較してまだ若い国家アメリカの威信を誇示することであった。会場は現在のブライアントパークの場所であった。当時のニューヨーク市長 EN、ジェイコブ・アーロン・ウェスタービルトがこの万博の委員会の理事を務めた。総監督はサミュエル・デュポン海軍将官であった。ニューヨーク随将軍新しく就任した大統領フランクリン・ピアースの出席のもと、 1853年7月14日に開幕し、1854年11月14日に閉幕するまでに110万人の観客が来場した。この万博の目玉は、ロンドン水晶宮のニューヨーク版であるガラスと鉄でできた建物ニューヨーク水晶宮であった。この宮殿は、1858年10月5日に火災で消失した。 アメリカの詩人ボルト・ホイットマンはこの宮殿に関する詩、ザ・ソング・オブ・ザ・エクスポジションを綴っている。A パレス、ロフター、ファラー、アンピラーザンエニーエット、アース、S モダン・ワンダー、ヒストリー、s セブン・アウト・ストリッピング、ハイライジング・ティアー、オン・ティアー、ウィズ・グラス・アンド・アイアン・ファッサーズ、グラデニング・ザ・サン・アンド・スカイ、エン・ヒュード・イン・ザ・チ・ファリスト・ヒューズ、ブロンズ、ライラック、ロビン、s ・エス、 エッグ、マリンクリムゾン、オーバーフーズゴールデンルーフシャルフローント、ビニースザイバーナー、フリーダム、ラッティング展望塔水晶宮グルの隣には、木製の高さ315フィートのラッティング展望台が建てられていた。この展望台からは、クイーンズやスタテンアイランド、ニュージャージーまで見渡すことができた。この塔は、トリニティ教会の先頭の百九十フィートよりも高く、 建設された1853年から消失する1856年8月30日までニューヨーク市で史上最も高い建築物となっていた。またこの万博ではエリシャ・オーキスが巻き上げロープが切れた際の落下防止装置を備えた安全エレベーターのデモンストレーションを行った。これは世界初の実用的なエレベーターとなり多くの大衆の関心を買うこととなり この3年後にオーティスの旅客用エレベーターがニューヨーク市の店舗に設置されることとなった。ありがとうございます。